こんにちは。楽天証券経済研究所の山崎はじめです。えっ、ー、と高齢期の資産運用についてということで、えー、こうまあ、だだ段ん々んこう高齢になってきたときにその資産運用で何を考えなきゃいけないか、何に注意したらいいかというような話をしたいと思います。まあただこれはあの非常に大きなテーマなので。 まあこの1回でこう必要なことを全て網羅できるというようなことではないんですけれども今後あのこういろんなテーマについてまたあのお話ししていきたいと思いますがまずその高齢期の資産運用についてということでこんなフレームで考えたらいいんじゃないかというようなことを今日はお話ししたいと思います。また高齢期といってもですね結構段階があると思うんですね。 でえーまあ、何歳からその高齢者っていうかっていうようなことは、えーまあ、その一つの定義だとかいろいろあるわけですが大まかに言ってこう例えば仕事を引退したあと、えー、じゃ例えば65歳まで雇用されていて65で、えーまあ、リタイアしましたというようなでじゃその65から後を、えーまあとを例えば高齢期というふうに、えーまあ、考える。でえーまあ、そのの高齢期の中にも えと一つはそのこう仕事は、えーまあ、あの引退したんだけれども、えー、その判断力はあるで、えー、あの通常の,その生活には、えーまあ、あの苦労しない金融的な判断力は、えー、十分あるというような時期と、えー、それからこう、まあ、だ,だんだん体力だとか判断力だとかが衰えてで、えー、じゃた例えばこう自分の,その金融取引について 判断がおぼつかなくなってくるような時期というのが年齢が上がってくると出てくるということですよね。ですからまあその高齢前期と高齢後期とにこう分けて考えるということが必要ではないかと思います。でまあ,あのいわゆるこう老年学みたいなジェロントロジーっていうような分野がありますけれどもジェロントロジーの研究の本を読むとおおよそでいうと。 例えばこう男性は70歳ぐらいまでに亡くなっちゃったりかなりの,その障害を持たれたりというようなこう状態になる方が2割ぐらいいてで、まあ、あの80歳になっても90歳になっても割と元気でしゃっきりしてますというような人が1割ぐらいいておおよそで言うと75歳ぐらいから、まあ、あの判断能力だとか体力だとかが衰えてくるというようなことが、まあ、あの7割ぐらい。 女性の場合は比較的70歳前後ぐらいは男性よりも健康であるようで75歳ぐらいから9割ぐらいの人が徐々に体力判断力その他が衰えていくというようなことのようですですからもちろん個人差があると思うんですけれどもおおよそ75歳ぐらいのところを まあ一つのポイントにして高齢の前期と後期というようなことを考えたらいいんではないかと思います。でまあもう一つその高齢期について考えなければならないことっていうことを申しますとその高齢期に入る前の段階ですよね。じゃ例えば高齢期にどれぐらいお金が必要なのかということでそのお金を例えば用意するとかそれからもう一つは。 いいつかから引退すするかととううようなことがありますですからこう例えば長く働かなければいけないのかじゃあ例えば長く働くためには何を準備しなければいけないのかというようなことに取り組まなければならない高齢の準備期、まあ、あのいわゆるセカンドキャリアということで引退した後何をするのかっていうようなことについては、まあ、大体これは私の個人的な考えですけれども。 まあ45歳ぐらいから、えーまあ、例えば60過ぎてから何して働くかというようなことを、えーまあ、考えていかなければいけなく、えー、なるんではないのかなと、まあ、あの相当こう準備期間が必要なので、えーまあ、なるべく早くから考えた方がいいということはあるんですが、まあ、その40代の、えーまあ、後半あるいはまあ50歳ぐらいから、えーまあ、あの具体的に、えーまあ、その高齢になった時の経済生活というようなものが見えてきます。まあ、例えばあの50歳を過ぎると 年金,定期便年金定期便が来るので自分の年金の額みたいなものが見えてくるし、えーまあ、あのだんだんその資産の額がどれぐらいあるのかとかあるいはその高齢期になってどういうところで生活しようかとかっていうようなことが、えーまあ、徐々に具体的に分かってきてでそのための準備をしなければいけない、まあ、じゃあお金がどれぐらい必要かということについて えそのまだ働いている間であれば、貯蓄ができるでしょうし、じゃあ、貯蓄をするということは、裏腹に支出をえまあコントロールする、支出を縮小しなきゃいけないというようなことにもえまあ取り組まなければいけないのかなということで、高齢準備期、それから高齢の前期、高齢の後期ということで、3つぐらいにこう分けて考えたらいいんではないのかなというふうにえ思います。 まあそれぞれの,その時期についてこういうことなんですけれどもあのお金の運用ということに関して言いますと、えー、まあ恒例の準備期というのは、えー、まあこれはあのこう計画的に必要な額、えーこうえー、まあ現在の支出と将来の支出とをこうバランスさせるような、まあ、あの貯蓄をしなければいけないと。 まあこれはあのこう現実を見たくない人が結構いたりするわけなんですけれどもでもやっぱりこう現実には高齢期がやってくるのでまあそれに取り組まなければいけないというのが高齢準備期のまあ一つのその課題ですで高齢の前期ということなんですけれどもまあここで強調しておきたいのは資産運用でこう騙されないというか失敗をしないための金融リテラシーを持っていなきゃいけないということですね。 まあ例えば具体的にというかえまああの典型的な例を挙げますとえまあ退職金が入ってえある程度こうえ金融資産ができたとまあそうするとこう金融機関のセールスがえいっぱいやってきますでえじゃあそこでえこう進められるままにえ金融商品を購入してえ失敗しちゃったとかっていうようなことがえ起こりうるということで。 ちょ,ちょうどそのお金を持っている状態で何かしなければいけないとこう思い始めるので、この高齢前期には、だ騙されない金融リテラシーということが必要です。で、その高齢後期、じゃあ、これは何が問題になるのかということですが、例えば具体的な心配事でいうと、例えば認知症に自分がこうなっていった場合。 徐々にそうなった時にどうしなければいけないかというようなことが問題になります。で、まあ、これはあのこうなかなかあの完全に自分一人で解決するということが難しいんですね。でこういろんなあのこう制度例えば信託であるとか成年後見制度だとかいろんな制度もありますがえじゃあこう例えばその自分の、ね、こう金融取引資産の扱いということについてある程度こうサポートをしてくれる。 そういう,こう第三者サポートをしてくれる信頼できる第三者これが、まあ、例えば家族であったり家族でなかったり、まあ、あのいろんなケースはありますがこれをどういうふうに確保するのかということが高齢後期の大きな課題になると思います。で結構あのこう高齢者の意思決定の一般的な傾向で言いますと 一つは、意思決じゃあ、例えば最終的に、じゃあ、どういうふうに金融資産は、例えば子どもにいくら残して、じゃあ、自分はどういうふうに生活しようかというようなことを、例えば、高齢の前期に考えて決めようとしても、でもなかなかそれを決めたくないというような心理が働きます。それれからもう一つ言わていることは 結構、例えば運用でこう大きく失敗するとか、失敗するようなこう悪い事態について、高齢者はあまり考えたがらない、そういう傾向があるということが一般的に言われていますま。そういう意味では、例えば高齢後期に入る前、あるいは高齢後期に入ったというような時点で、その自分のお金についてどういうふうにしたいのかということを。 意思表示しておかなけければい,けないしでじゃあその後どういうふうにそれを管理するのかということを考えなければいけないということです。じゃあ資産運用ということで高齢期の資産運用をどう考えたらいいのかということを申し上げておきたいと思うんですがポートフォリオに年を取らせる必要はないというのを第1番に掲げましたけれどもまあその本人が50歳であっても60歳であっても 70歳であっても80歳であっても基本的に運用の方法というのは一番効率が良くてで余計なコストのかからないそういう運用がいいわけですですから別にその本人が何歳になったからこういう運用がいいとかこっちの運用の方は効率がいいとかというようなことが出てくるわけではないのでまあその金融業界は一般的には 例えば高齢者向きの商品ですよとか、何々向きの商品みたいなものをこうまああの投資信託でも保険でもこう提供しようとしますが、これはあのマーケティングをする側の都合であって、高齢者は高齢だからということで、運用の仕方を変えなければいけないということではないということです。ですから、例えば高齢でもうリスクを取らなくてもいいんだということで、例えばこう預金だけにしておくとかというのは、 じゃあ例えばそれがその子孫に引き継がれていくということを考えた時になるべく大きい額の方がいいわけですからじゃあその高齢例,例えば高齢後期であるからといってその運用の能率を落とさずに済む方法はないかということを考えるべきだと思いますでその高齢になっても運用の基本的な原則というのは変わりませんやはりその長期投資をきちんとした方が いいしまあ、長期でこうじっと持ってるという状態の方が、こう福利の運用効果を有効に働かせることができますし、それから分散投資をしてリスクを下げた方がいい、から余計な手数料を払わない方がいい、低コストがいいという、まあ、こういった原則は準備期にあっても前期にあっても後期にあっても、基本的には同じです。で、まあ、大きな違い、個人としての大きな違いというのは、 えまあ、運用する金額まあ、これは違うと思いますし、えー、あと、えー、その中でどれぐらいリスクを取るのかということが、えー、主な違いです、えー。働いてる時代であると輸出企業で働いてるか輸入企業で働いてるかっていうようなことによって、えー、じゃあ例えばその自分の、えー、こうまあ、ビジネスの、えー、こう調子の良し悪しと。 金融資産の関係とかということを若干考えなければいけないというようなことはあるかもしれないんですよね。例えば、まあ、その証券同じ収入でも証券会社の社員と例えばこう大学の教授と比べると大学の教授の方はクビにもなりにくいし収入も安定してるし証券会社の社員は不安定かもしれないといったようなそういう要素があるんですが高齢期になって引退してるということになると。 基本的にはそのお金の効率性を考えればいいだけなので、まあ、その高齢期であれば、まあ、むしろその現役時代よりもさらに運用のやり方というのは同じでいいんだということかと思います。で、そのこうもう一つ、その高齢期の運用の特色ということは、こう少しずつ資産を取り崩していかなければいけないわけですよね。たただ取りり崩すすペースみたいなものがあります ですからこう例えば生活費を急に落とさなきゃいけないとかっていうのは、やはりそのまあかなりえこう本人にとっては苦痛なので、なるべく生活費を平準化していく、あのこれからこう例えば運用失敗したからといって、働いてえ取り返すということが、高齢期少し難しくなりますので、少し保守的に考える、でえまああのやはりこう低コストにということで、これはあのこう金融サービスを使ったりすると、 すごく高いコストがかかっちゃう例えば、毎月毎月の生活費を下ろすのに例えば ATM で1万円以上の手数料がかかっているのと事実上同じじゃないかというような金融サービス、金融商品があったりします。そういうことには気をつけなければいけない。でこれは一般的によく言うことなんですが。 もちろんその株価が上がったり下がったりとか、為替レートが動いたりといった市場のリスクということがまあ運用にはありますし、もう一つはそれだけではなくてこう人間のリスク、まあ、これはあのこう例えば悪い商品をセールスされたり、あるいはこう自分が判断を間違えたりというようなことだったり、あるいはそのこうなんかと友達がやってることが羨ましく見えて、意思決定を失敗しちゃったりといったような。 人間のリスクというのはこれあの現実には結構無視できないものがありますので、まあ、この2つのリスクがあるんだということに、まあ、気をつけてほしいということですね。ただ高齢だからといって何か特別なその商品あるいはこう運用しなければいけないということはありません、まあ、そういう意味では使い道もお金というもの,はそのこう例えば大きさは大きくても邪魔にならないし使い道は後で考えればいいし。 それからこう例えば株と債券と半々というふうに仮に持つんだとすると同じ商品で持つんであれば金額が大きくても小さくても基本的には同じリターンが得られるという意味でえまあ使い道と大きさと形えまああの自由なえま点がえあります。お金というもののえまこれはあのいい性質なわけですけれどもまあなるべくえ無理のないリスクの中でなるべく増やせばいいということなので。 誰でも同じ最も効率的な運用をすればいいんだということでこれは高齢であってもなくても基本は同じなんだということを考えていただきたいで運用の3原則長期分散低コストはやはり重要だということで高齢期であっても例えば65歳から運用するということを考えても結構85歳まで生きると20年あるわけですし。 まあこの期間をこうまああの例えば適切なリスクを取ってリスク資産を持ちそれをこう途中で売却してしょっちゅう税金を取られたり手数料を取られたりするような形ではなくできたら福利効果を有効に使って増やしていった方がいいしえまああのこう年齢が上がってきてももちろんこ自分で使うということばかりではなくて。 たくさん残せたらその方がいいわけですから高齢期の時間も有効に使いたいでこれ分散投資をきちんとした方がよくってこれは長期で保有するためにも分散投資が十分効いている資産の運用をした方がいい具体的には例えばインデックスファンドのようなものがいいし でそのコストは確実なマイナス効果があるので運用にかける手数料というのは年率0.5%以下にと、まあ、あの実際にはインデックスファンドで0.2%以下のものがこの頃利用可能になってきていますけれども、まあ、大体こうあのいろんな金融サービスあるいは運用商品で年率0.5%よりもたくさん払うのは払いすぎなんだ。 っていう強い価格感を持っていると、えー、まあだダメな運用商品あるいはこうダメな金融サービスというようなものを、えー、まあ大半除外することができます。まああのそういう意味ではあのこう結構金融業界にいる人には嫌われちゃう話なのかもしれないんですけど、まああのこれはこう例えば0.5%以下っていうのは これは高齢の,の資産運用にあっても、えーまあ、守ってい、えー、きたいということです。まあ、あのどんな形ということで、えー、これはもう何度も、えーまあ、あの今までご紹介していますけれども、えーまあ、インデックスファンドで、えー、リスクを取ってで、えーまあ、リスクを取らない部分は個人向け国債と普通預金あの現在、えーまあ、あの 2%, 2に、えー、長期金利が達するということはしばらくなさそうなので。 おおむね今のような金融環境だとこんな感じの運用でただこうリスクを取るその大きさだけ適切な大きさをこれは金額で決めた方がいいと思います。まあ、あのこのの内外のインンデックスファンドだけでいいいのっていうことはよく聞かれるんですがあえて追加するとすれば新興国の株式のインデックスファンドとかあるいはこうリートを対象にしたファンドとかっていうようなものがちょっと考えられなくはないんですが。 まあ概ねなのインンデックスファンドでいいいと思いますで、まあ、その高齢期に入ってくると、まあ、人的資本というのはこう、まあ、本人の,その稼ぐ能力を現在価値で評価したものですが、まあ、働いてる間あるいはこう若い頃っていうのは人的資本に余裕があるわけですよね。まあ、人的資本を金融資産に換金していくというのが、まあ、あ,のある意味ではこう人生とお金の関係なわけですが。 その人的資本に余裕がない、まあ、要するにこう働いて追加的に稼ぐということが難しいということは一応ありますただその将来使うお金があとどれだけあればいいやということがはっきり分かったりするので必ずしもその運用するリスクを縮小しなければいけないということではないと思います、まあ、そういう意味では個々の係数を考えればいいんですがじゃあ自分はどれだけリスクを取ったらいいのか どれれだだけ取るるんだろうかっていうようかとといよなことを考えると例えばこう毎月資産を取り崩すっていうことを考えたときに取り崩し額が1万円減ってもいいとか2万円減ってもいいとかっていうような、まあ、そのこう取り崩し額に引き直して最大損失を考えたときに例えば一月2万円取り崩し額が減っても生活には影響がないっていうふうに考えられる場合には、まあ、70歳の人がいて まあ95歳ぐらいまでだまいこう70歳の八85歳ぐらいまでは平均余命として考えなければいけないんですがまあそれよりも長生きするケースがありますからまあプラス10年ぐらい余裕を見といた方がいいと思いますいや例えば95年ぐらいまで25年間あると25年間1年は12か月なので300か月あるひとでまあ1月当たり2万円かける300か月ということで でまあ考えるで、まあえー、それが、えーまあ、最大の損失ということをですね、まあ、600万円が、えーまあ、許容できる最大の損失なんですが、えーまあ、1年間に600万円の損までで収まるようなインデックスファンドの投資ということだと、まあ、大体こう、えー、最悪のケ、えースが、まあ、おおよそ、えーまあ、元本が3分の1損するというぐらいが最悪のケースなので、えーまあ、3分の1損するのが600万ということは 投資できる元本の上限は1800万円というような形で、まあ、その自分がどれぐらいリスクを取ることができるのかというような検討をつけたらいいんじゃないのかなとで、まあ、その範囲の中で、まあ、おおよそ機関投資家が使っているインデックスファンドの,、まあ、あの期待リターンというのは年率5%ぐらいですので、まあ、どれぐらいリスクを取るかというのはその範囲の中で考えたらいいということかと思います。 でこうまあ高齢者というとよくこう毎月の分配金が出ますとかあるいはこう年金が公的年金が支払われるのは偶数月なので奇数月に分配しますというようなこう商品がセールスされたりすることが多いんですがえただ、これはあのこう現実のそういう投資信託だとかこういうものでえこう契約してしまうというか保有してしまうとえこう高い信託報酬を取られます。 でまあ、これはあの例えばインデックスファンドで普通に運用していてで自分が取り崩せる額こう晩年に最終的に持っていたい金額から現在の資産額を引いてこれをまあ想定する余命年数で割って1年間に取り崩せる額を計算するというような作業をして例えば1年に1度取り崩し額を、まあ、資産を売却して で普通預金に入れておいてそこから生活費に当てていくとこういうことをするだけで高い費用をかけずに済みますし自分でそのお金の状態も把握できるとただこれを例えば後期になった場合にある程度例えば子どもだとか まあそういう人たちにこうチェックしてもらいながら手伝ってもらいながらサポートを受けながらできると安心なんじゃないかとで、まあ、これ例えばその遺産をもらう子どもの立場からするとじゃあ例えば親の金融資産があった時にその金融資産を全然リスク取らないリターンが期待できないような形で置いておくよりは適切なそのリスクを取って運用を続けると。 いう状態の方が好ましいでしょうから、えー、まあ,あのそれは、えー、こう例えば親と子供で協力するというようなことが望ましいのかなというふうに思います。まあ,あの高齢準備期にはこ,ここはあの詳しくはご,、えー、ご説明しませんけれども、えー、まあ,あの私があの人生設計の基本公式とこう名付けた、えー、こうあの貯蓄すべき金額を計算する。 まあのこう公式だとか、それからこう高齢のま前期後期まぜ特に高齢前期ですね。まあ年金をま受給開始を繰り下げるか繰り下げないかからこう少し働くか働かないかというようなことをまここで調整してますが、まあこのこう調整をなくするとえっとさっきのまこの式になります。まあか簡単に言うと、こうまあのの残りの期間をこう余裕を持って でかつその裁判年に必要な例えば残したいお金とかあるいはその高齢者のための施設に入るようなお金とかというようなものを除外しておいて1年間に取り崩せる額を考えていきましょうというようなそういうことを考えていけばいいということで生活設計をするということなんですがこの資産については自分が取ってもいいリスクの範囲の中で 方法としては若い人と同じような方法でなるべく効率のいい方法で運用すればいいんだとそう考えるとシンプルだと思いますし例えば高齢になったからといってみんな投資をやめてしまうというようなことだとちょっと資金の使われ方としてももったいないので個人にとっても社会にとっても自分の資金を有効に活用していくと。 いうようなことが高齢期にも行われたら日本はこれからどんどん高齢化社会に向かっていくわけですから望ましいんじゃないかなというふうに思います。その高齢の準備期それから前期高齢の後期こういうふうに少し分けて考えてなるべく手前手前でそれぞれの対策を立てていくと。でも こう資産運用はまあのこうオーソドックスにこれを合理的な形でまあのこう続けていくとまあそんなことでこう皆さんにこうほがらかなこう高齢期を過ごしていただけたらいいなというふうに思っています。どうもご清聴ありがとうございました。